ここもね、ちょっと面白いかなっていうですので、紹介したいと思います。北京とロンドンとかのHTM ギャラリーさんですかね。こちら。なんです。この2枚連結しているモニターの作品は文字がね、こう現れて消えていくような作品なんですけど、サーチャンズさんですね、リバーサルマリッジ、ここはちょっとあの中国らしく、井上雄一さんの書が、まあ、ショーなんかが多いのもね、やっぱ中国の、特徴かもしれません。この作品を上のモニターに下で実際動いている、機構が映されていて、それがまあ映されている。中は何なの、まあ、トランプ旅行カバーの中に芝居ですね。いや、実際、まあ、アニメーションからこうネオンの、ネオンじゃないの、看板の作品、複数の素材というか、これはリユースなんですかね。でこう文字反転させたりとかして、でいくつか別の、もともと別々で使われてたであろうものをですね、組み合わせて一つの文字にしてね、読めるけど読め、元の読めるけど字は間違ってるけどまあ読めるみたいな。で作家名とそのタイトルというか、まあ作られてる文字がちょっと似てますので、かかってるんでしょうが、ちょっと分かりません、すみません、はい、興味がある方は調べてみてください。はい、北京とロンドンにある HTM ギャラリーさん。